Tonight, away tonight, but away.
ちゃくちゃかっこいいですね。よかったら前の方にお願いします。ぜひ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 、せっかくなんで、じゃあ翔吾先生来ていただいて、どうやってこのチームができたんでしょうか。そうですね、まあ、このチームはその自分とこのでっかい人がちょっと一緒に住んでるんですけど。あ、シェアされてるんですね。今日とか大阪かで。あ、へえ。ですけど、でまあなんか気づいたらこう仲いいダンサーが、あてかこう仲良くなるダンサーがいっぱいいるけど、たまり場みたいになってて、でめっちゃ仲いいこうダンサーだけで作ったチームメイトみたいな。翔吾先生がもうやろうかみたいな感じで。たくみさんが。でこの5人になられて、皆さん20人いるそうです。本当は東京あ、なるほど、地方にもいろいろメンバーがいて、その時々でこう集まれる方たちが来てるという感じで、今日は皆さんはどちらから来てらっしゃるんですかね。大阪。あ、みんな大阪メンバーで一緒に遊んだり。毎回ショーケース多分出るメンツ違うみたいな感じです。ああ、じゃあ見るたびにいろんなこうなんやろ、見れるっていう感じですね。いろんな感じが見れるって感じですよね。なんかこうそんだけこうチームのメンバーがいるってことは誰がまとめてるんですかね。あのこのでかい人です。たくみさんがたくみさんがまとめていると、なんかこうチームとして気にかけてることとかって何かありますか。ちょっといいですか、マイク。すいません。あ、こんにちは、たくみと申します。マイメンコーポレーションの翔吾はなんかお世話になってるらしくてですね、あの元々大分なんですけどね、九州の大分でやってて、で大阪に来てるんですけど、マイメンコーポレーション結構いろんな人いるんですよ。あの大阪でいうとあのモータルコンバットやつが入ってたりとか、そう、東京でいうと D リーガーのやつが入ってたりとか、まあ、結構あるんですけど、まあ、このメンバーでやってるのもちょっといろいろあって、オリンピックとかにダンスが入っていってるじゃないですか、今学校の授業とかで。で僕自身がやってるアミっていうイベントがあるんですけど、今後ですね、あのダンスでご飯を食べていける人たちが増えればいいなと思ってるんですよ、僕本当に。でその中で結構そのダンスってその高校卒業したらちょっと結構難しかったりするじゃないですか、あの食べるとかご飯を自分でやっていくとか。でそういうのじゃなくて、ダンスの価値を上げてサッカーとか野球みたいな、もう本当に何億円プレイヤーとか、もう本当にダンスで好きなことで食べていける世界を作りたいなと思ってて、そういうアミっていうイベントを、まあ、この前去年ですね、ナンバーハッチとかで優勝賞金100万円でやらせてもらったりとか、まあその賞金とかではないと思うんですけど、まあ、価値上げていって、みんなが本当にダンス好きでこうやって時間かけて、まあ親とかもすごい、ね、お金をかけてやったりとかしてる中で、まあ、そういう風にダンスで、まあ、こう命かけてやってる人たちがいるんで、まあ、そこでこう、あの話ずれてますけど全然真面目じゃないですよ。で本当にそんな感じでみんなダンス好きだと思うし、そういった部分で本当に活躍する人たちが多くなったりとか、食べていける人たちが増えていけばいいなと思って、そういうやつらの集まりみたいな感じですね。なんかそういうダンスの世界を変えていきたいとか、そんな感じで、まだまだ未熟なんですけども、まあ、何かはい、こういうふうに、まあ、スタジオとかもいろんなところでダンス盛り上がってるんで、そういうところも全部盛り上がっていきながら、ダンスがもっと世間に知れ渡って価値が上がればいいなと思ってるので、そんな感じで活動しています。以上です、ありがとうございます。体重は96キロです。動ける素晴らしいですね。素晴らしい活動だと思います。本当に私もその歌を歌っているんですけれども、なかなかそういうエンターテインメントをこう仕事にしていくっていうのが、ね、どうしても難しい業界ではあるんですけれども、やっぱりその続けていく中でみんながこうどん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 上手くなっていって、10年もやればすごく、なんだろうな、先生にもなれたりとか、誰かにまた教えることができて、でダンスとか歌とかそういう芸術とかって、人と人をね、すごいこうやってもうまさに体現されてると思うんですけど、つないでいける素晴らしいものだと思うので、本当に皆さんもですね、こういう同じ輪をみんなで広げていけたらと思います。改めて、なんか告知などあればお伺いしますけれども。12月の4日に、大阪の、セルっていうクラブがあるんですけど、ダンスバトル出る子おるかな、まあ、出る子がおったら自分がジャッジで、12月4日のセルっていうクラブでフリースタイル101バトルと 2on2 バトルの
審査やるんで、まあよかったらチェックしてみてください。はい。あと来年もマイメンコーポレーションでこうショーケースするのが3月ぐらいに決まってるんで、またよかったら来てください。ありがとうございました。あの告知じゃないですけど、あの一番向こうでこう動画撮ってるハー君っていう子がいるんですけど、ロッカーのこれ作ってくれて、で T シャツのブランド A やったかな、 A プランっていうブランド作ってるんで、まああのちょっとかっこいい結構イケてるやつなんで、まあそれはあの買えるんだれば買っていただいてとかはい、まあそんな感じでやってます。はい、あとはそうですね、あの自分が牛乳早飲み大会とか優勝したことあるんで、あのもしなんか牛乳早飲み大会あの僕に勝てる人いればちょっとぜひ待ってますんで挑戦。そうです、九十で大分の九十であったんですけど、九十ってこう結構牛多いんですよそうです。あで、牛乳を、誰が一番瓶一本早く飲めるかっていう対決で優勝したんですよ。そしたらあの瓶ケースごともらってみたいな、そんないるかみたいな感じなんですけど、まあそういうあのダンス以外の経歴っていうところをちょっと押していこうかなと思うので、はい、お願いします。ありがとうございます。素晴らしい皆さん経歴をお持ちで、改めましてマイメンコーポレーションの皆さんでした。